森田モンデです。だいぶイカ臭いチャンネルに成長してきた自覚がありますが、そんなイカを楽しみにしている皆様をガン無視いたしまして、今日は僕がかねてからずっとやってみたかったことをお送りします。何かというと、泳ぎ釣りって言って、この格好を見ればお分かりかと思いますが、泳いで下見ながら釣ります。真冬とか関係ないです。やります。狙いはロックフィッシュです。インスタグラムで頻繁に泳ぎ釣りされてる方がわざわざご丁寧に教えてくださいまして、その情報が完全版すぎるんで、ぜひご覧ください。これが用意するものですと。仕掛けは中年の森に、針はバス用で OK。 重りは小判型がコスパもいいし、岩の上でも転がらないのでグッド。小判型ってどういう風に使うんだろうって僕ずっと疑問だったんですけど、滑らない、転がらないとか、そういうメリットがあるんですね。透明度が低い場合はブレードをつけると良いです。ラインは P15 でハリスがフロロの6号。まあ根に近いところを狙いますし、若干太めを使いますよと。タックルは中古とかで OK。 ロッドの長さは1m 前後。水中で合わせるから水の抵抗があるんで、硬い方がベターということで、私は硬めの穴釣りロッド買いました。リールはベイドなら何でも OK とのことです。餌はホタルイカ。これ地域差あるんですけども、ホタルイカは割とどこでも交換食らしいです。こんな感じで頭に針を刺しまして、ロックフィッシュがいそうな岩陰に落とします。で、多分ここがポイントなんだけど、変に誘いを入れようとしないで、陰になる岩に重りを落としたら放置しましょうと。で、どういう狙いかというと、落とした瞬間って餌がついた針の真隣に中通しの重りが寝てる状態ですよね。そこにフグとかベラがやってきて餌に群がりますよと。で、つままれることで餌が徐々に重りから離れてフリーになって自然な動きになっていきますよと。そこに俺もよこせっていう感じで赤旗が食いつくというワクワクしかない釣りです。楽しみですね。一方で弱点もあって、ポール中にフグとかベラにイカの足つままれますよ。あと縦の動きによく反応する、あの、ここグリーターのカサンゴとか赤旗には強いんですけども、小魚をメインに食べて横の動きによく反応するオウモハタとかには、まあ比較すると弱いみたいです。とはいえ早速やってみましょうか。冬ですし、最近寒波がすごくて水温が下り坂なんで、おそらく活性そんなに高くないと思われるので、それなりのサイズが1匹でも釣れてくれると嬉しいのですが、シーズン最盛期になったらメンバーにも教えて一緒にできるように今回これを検証したいと思いますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。
お金があったって幸せ